潮見、行く。今年で終わっちゃう？さすがにこれ以上点を取られないでくれ。このままじゃただのバッピア。初回が完璧に良かっただけにな、悔やまれる2回、3回だった。潮見が垂れてることが何よりも悲しい。ちょいきついな、年齢も考えるとな。さよならだね、潮見なんてこんなもんよ。ここ数年全く一軍登板してないピッチャーに期待する方が間違い。打線が曖昧から3点取れるかは知らないけど、球速じゃ無理だよ。谷は勝ていないのかね。今井を潮見でパスできるなら御の字。状態が超悪いわけじゃないだろうけど、ホームランに泣かされてるのね。排水の陣あかんかったか。初回は素晴らしかったのに、久々のマウンドすぎて緊張しまくりなのかな。4失点はきついね。結局予想的中になりそう。結局田中の尻拭いで塩見も万全じゃなくて今日先発。結局田中が全て悪い。今日は終わったな。またフォークだ。頭を使わない。2軍では8勝を挙げているが、1軍は厳しいのかね。年齢的に今季ダメだと来季はないかもしれんぞ。今日のこの試合で結果を出さない。ご視聴ありがとうございました。